ちは、スプレアートでのべらちゃんです。こんばんは。もう日本にいるのは長いんですけど、まだいろいろ日本のこと分かってないんですけど、今回ね、ちょっとダイソー、キャキンのダイソーに行ってみて、あの一番変なお菓子、食べ物を見つけたら買って食べます。行きましょう。ダイソーに行ってますので、ちょっと一番お菓子変なお菓子を買ってみて食べてみます。お菓子やつ食べたことがないやつを、これお菓子、何が入ってるのか全然わかんない。これかな。え、何これ。ジャイアントコーン。まずそう。これは何？開いたけど、きなこ？きなこって何？ OK、ということで食べ物を買いました。まあこれです。か、かと、よ、つ、さやん、わかんない。もう本当にこれ何かがわかりません。これはなんかまずいと思う。なんか形だと、あー、そういうことか。この帽子を見ると多分イカ。あとはこれグミみたいだと思うんだけど、グミかはわからない。漢字とかまだ読めないから本当に何が入ってるのかわかりません。でこれグミだから本当に外だけはちょっと、いやー、モンスターエナジーって書いてあるけど、これ美味しいと思う。これ楽しみだから最後にします。まずこれね。あー違う。見て、みんな食べたことありますか？あー、匂いが好きじゃない。見た目もあんま好きじゃない。色もあんま好きじゃないけど、まず食べてみます。あー、好きじゃない。なんていうの、味がちょっとね、好きじゃない。カニの味がする、すり身の味がするけど、怖いからあんまり好きじゃなかった。今度これ楽しみにしてる。グミかな、わかんない。ちょっと開けてみます。こんな感じです。見える？こう食べてみます。これ美味しい、超美味しい。うん、なんかマッチの飲み物の味と一緒、すごく美味しい。みんなも本当に食べてみて。皆さんコメントに一番好きなお菓子のな、どれですか？コメントに書いてください。楽しそうだったらチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございます。